こんにちは税理士川南です。本日の動画は気になる積み立年利差の基本について動画で紹介していきたいと思います。老後の資金が不安、何かいい方法はないかなという方、積み立年利差がどういった仕組みでどういう風にお得なのかを動画で紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はいでは本日の内容、今こそ資産運用積み立年利差、もう基礎から早わかりについて動画で解説していきます。本日の目次です。まず一つ目、積み立年利差の特徴、一体どういう特徴があって、どうしておすすめなのかについてをまず解説。 そして、始めるには、スタートするには一体どうすればいいのか二つ目。そして、商入、購入前後に必ず確認しないといけないこと、ポイントを紹介します。そして最後、まとめという風な流れになります。本日の動画最後までよろしくお願いします。ぜひね、YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。あと私は SNS やってまして、Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらの方も合わせてチェックしてみてください。オンラインサロンもね、運営してますので、オンラインサロンは動画の最後でね、どういうものかっていうのを紹介と、概要欄に UR l 貼っておきますので、ぜひご検討ください。 はい。それでは早速本日の内容に行きたいと思います。積立 NISA の特徴からですね。まず、積立 NISA の特徴です。これが一番大きなメリットではないでしょうか。税制優遇があるということです。この税制優遇がどういうものかと言いますと、なんと運用益が非課税です。この運用益が非課税っていうのがすごく大きいんですね。例えばですけど、10万円の利益を積立 NISA で得た場合を例に出したいと思います。例えば、一般の投資だと10万円の利益が出た時に、受け取り金額が約8万円。 残りは税金になってしまうんですね。この税金額がだいたい2万315円。一般の投資をすると、10万円利益を得たら、受け取る金額は差し引くと8万円になるってことですね。しかし、積立てにいさを運用した場合です。10万円の利益を得た場合には、受け取り金額が10万円になるんですね。ここが運用益が非課税ということになります。この運用益が非課税というのが、積み立てにいさの一番の最大の特徴であり、メリットであるかと思います。ではね、ね積立てにいさの次の特徴なんですけども、この、ね 非課税期間、運用益が非課税って言ったんですけど、非課税期間ってど、いつからいつまでなのって言いますと、この買った年から20年目の年末までは運用益が非課税ということになります。そして、講座開設の可能期間は2042年まで OK です。まだね、時間ね、あるのでね、今からでも積み立て NISA しても遅くないなぁというふうに思います。じゃあ、いくら運用できるの年間は最大40万円まで積み立て NISA で運用することが可能です。もう少しわかりやすくグラフにしたものがあるので、そちらを見ていきたいと思います。 こちらですね、非課税期間が20年間。 このように積立てに s の投資可能期間が書いてあります。まず最初にね、例ですけど、2018年に40年したとします。そうすると、非課税期間は20年間なので、この20年間の間は運用益が非課税になるということです。そしてまた次の年もできるんですね、40万円。で、2020年もする。そして2021年もまた40万円するというように、年間40万円かける20年となりますので、最大800万円ができるということになります。これってすごくいいことというか、すごくお得じゃないですか一般投資で例えばね、800万円投資した場合と、積立に で運用した場合とこののの非課税税枠ががかなり税金の金額が変わってくるんですねこれね金融庁から持ってきた資料なんですけどちょっとここだけ古くて新しい数字のものがなかったんですけどここは先ほど言ったように2037年ではなくて2042年まで OK ですというように毎年40万円ずつ積み立てができて非課税期間が20年間なのでここの2018年から20年ではなくて2019年に開始したものはそこから20年というふうになるのでそこがまたねもう一つのメリットなのではないでしょうかじゃあこの積み立て が終了したここ21年22年目になってしまままううととととどななるかと言いますすす終了後は課税口座に移すことができますなので、課税口座でそのまま運用し続けてもいいですし、まあ、もちろん課税口座になった場合は運用益非課税はもう終わってしまいますので、税金がかかるですけども、終了した後もこの課税口座で持つこと、移動させて持つこともできます。もしくは、その前にこのね非課税期間が終わる前に売却するっていう方法も一つの方法です。どうしてもね、課税口座に移すの嫌だなっていう方は、年、まあね、売却するっていう方法も 念頭に置いていつ売ろうかなっていうこの売却のねタイミングっていうのは常に頭に置いて意識しておいた方がお得になるんじゃないかなと思います。はい、では次のスライドに行きます。積立ニソの特徴その他ですね。2つ目のこの税制優遇以外の利点です。今までね税制優遇の面から見た利点だったんですけどそれ以外にも利点がありますよということで紹介していきます。1つ目がね少額から購入できるっていうことです。運用会社さんというか金融機関にもよるんですけど100円からできるっていうところもあります。そして販売手数料はゼロです。販売 手数料はかかりません。その代わり信託報酬というものがかかるんですね。でもこの信託報酬率も一般投資に比べると低いのが特徴です。そしてこちらが最大のメリットです。いつでも売却可能、現金化ができるということですね。そしてね同じように多分ね積立年利差と皆さん気になっているのがねもう一つ比較対象として当たるのがいでこだと思うんですけどこれはね老後の資金のためにねいでを積み立てるというのはいいんですけど積立年利差の特徴はこのいつでも売却可能で現金化することができるというのが特徴です。いでこは逆にいつでも売却は 毎月毎月積み立てていくんですけどももらえるのは60歳以降になりますのでその点だけね違いだけ頭に入れておいてくださいそして自分にはどちらが向いているのかもしくはね両方もできるんですけど両方やる場合は使い分けが必要になってきます要は iDeCo は老後の資金のため積み立てにすは普段のね運用をしてお金を増やすという方に使う使い分けが必要になってくるかと思いますで少しちょっと戻るんですけど少額から購入できるっていうのは年間40万円できますので毎月1つに割ると40万円を割ると大体たい万1 3000円ぐらいいいいしててくっていうイメージになると思いますもちろん配分は自由です1万円からスタートしてもいいですし3万円しなければならないってわけでもありません普段ね月1万円にしておいてボーナス月にはこの上げるという方法も選べますのでその辺はあの皆さんのね自分のこの収入に合わせてと積み立て NISA していけばいいかなと思いますさあそれでは積み立て NISA やってみたいけどどうやってやればいいんだろうっていうのを次のスライドから紹介していきますはい始めるには一体どうすればいいのまず金融機関に、ね、専用の口座を作りましょうこれは証券会 例えばね金融機関にどういうものがあるかと言いますと SBI 証券さんとか楽天証券野村証券などなどがあります。 こうやって聞くとね、皆さんちょっとね、金融機関のイメージが湧くと思います。聞いたことあるところあると思います。そして注意点が、一人一講座のみになります。一人一つしか作れませんので、どこにしようかっていうのはよく考えてからあの作ってください。下調べをしてください。で、各ね、金融機関ごとに持ってる商品が違いますので、あと持ってる商品の数も違います。今ね、ちょっと紹介しますと、SBA 証券さんですと172本、楽天証券さんですと174本、野村証券さんですと7本の積立 NISA の商品が現時ね、2021年の3月時点 でではあるとということですまた変更があったりね、増えたりしたりすることありますので、こちら皆さん各自金融機関に最新情報の方はご確認ください。ではね、どうやって手続きをしていけばいいかと言いますと、まず一つ目ですね。まず、講座解説のね、この金融機関を決めたら、資料を金融機関に請求してください。まず、資料を金融機関に請求しましょう。そして、必要書類を返送します。 これはね申し込み書だったり、まあ、本人確認書類など必要書類を返送しますそしてここで意外とえっと思うかもしれないんですけど税務署の審査が入りますこれは別にねあなたが達成してるとかねそういうのではなくてあの単にこの1人1口座のみなので二重になってないかっていうだけの審査になりますので安心してくださいここで一度税務署の審査が入りますそしてその審査に通ると口座が開設されます平均大体1ヶ月前後かかるようです最短で2週間タイミングによっては1ヶ月半ぐらいかかる方もいるみたいです 少し時間がかかるっていうことだけ念頭に置いといてください。それではね、申し込みが分かったところで次ね、商品の購入前後に必ず確認してほしいっていうポイントを紹介します。皆さんね、この資料請求まではするんですけど、この必要書類を返送してあとね、商品を決めなきゃいけないってなるとこあたりでのどちらかでだいたい心が折れますので、必ずつみたにさ始めるよっていう強い気持ちを持ってあの挑んでください。はい、そして小入購入前後に確認するということです。まず一つ目ですね、入金方法です。これも金融機関によって入金方法をどの ようにしていくかとかとねどこから引き落としされるかっていうのは違いますのでこの辺りね自分のやりやすい方法まあ便利な方法でした方が絶対に積立 NISA やりやすいのでこの入金方法っていうのは商品購入の前に確認してくださいそして2つ目確認することおすすめポイントは積立方法を決めることです基本ね毎月積み立てていくっていうのが積立 NISA なんですけどもこれ金融機関によっては毎日できたりとか毎週にしたり設定することができる金融機関があるんですねということで積立方法がね、まあ、毎月でいいわっていう方はいいんですけど もうちょっと違う風なね、毎日できたり、毎週できたりがいいなという方は、それに対応している金融機関を探してください。そして3つ目が、口座の運用状況を必ず確認してください。これは商品購入後のチェックポイントになりますね。口座のね運用状態が今どのようになっているか、今ね、どれくらい積み立てができているかっていうのは、必ず商品購入後も追うようにしてください。やって、そのまま放置でもまあいいんですけど、やはり運用状況を見て見直ししていった方がいいので、あまりね、うまくいってない運用でしたら切り替える必要もありますし、またはね、 バランスを変えるとかいう風にしないといけないので必ずねある程度経ったら口座の運用状況は確認するようにしてくださいはいそして4投資配分の見直しですね積み立てにさ売却したりとか今ねちょっと言いますけど配分の見直しをかけたりというすることは賞入購入後も必要なことになってきますであとね皆さん悩むんですけど結局どの商品を買えばいいのっていう質問なんですけど今回の動画ではねちょっとそこまで質問せずにどうやって始めればいいかって本当に基礎部分をやりますのでえっ、ー、とどういう商品買えばいいのとかねおすすめの商品どれっていうのはあのいろんな情報動画で で出出ててててたりとか本とかか本ねいんなもののの今出てますのでそちらの方是非チェックしてみてくださいでやはりねあの、ハイリスクなものとローリスクなものとありますので、そちらの配分だけうまくね、あんまりどちらかに偏らないようにあのバランスよくするっていうのだけ注意点として挙げておきます。はい。ではまとめです。積みたて NISA と IDECO 併用可能です。先ほども紹介したように、積みたて NISA はね、運用して資金をこう作っていく。IDECO は自分の老後のためにね、資金を積み立てておくっていうふうになります。どちらも併用は可能ですので、一緒にね、スタートしてもいいですし、どちらか自分がやりやすい方、 まあ、とりあえずこっちからやろうかなっていう方から手をつけるのでいいかと思います。で 併用した方がいいかなというふうに私は個人的に思います。いでこについてはまたね動画出せたらいいかなと思いますので、いでこについてもまた動画で紹介できたらなというふうに思っております。積みたて NISA は運用益か非課税なんですけど、いでこは掛け金が控除項目になります。なので確定申告の際にいでこをかけた分だけ控除されるんですね。そういう面で税制のね面のメリットが違いますので、うまく使い分けてもしくは両方でスタートするのがおすすめです。そしてこちら、積みたて NISA はね、なるべく早く始める方がお得です。要は長期運用 ししてててさんを増やいいくっていうもののもののの目的になりますので、なるべく早く早始めた方がお得でですすだから要は若若ければいいいほどいいってことですねなのでね、自分がね、今日よりね、若い日はないと思うので、もうすぐに皆さん、金融機関、調べて、資料を請求してほしいなと思います。そして最後、こちらが大事な点です。NISA、えー、も IDECO もなんですけど、リスクはゼロではありません。絶対に元本保証されるっていうものではないので、そこだけはあのご了承ください。大体の方、運用、長期運用していくと、増えるっていう方の方が多いので、つみたて NISA、IDECO おすすめなんですけど、リスクはゼロではないです。 減ることもありますよ。ということだけご了承ください。はい、それでは本日の動画の内容は以上になります。チャンネル登録の方よろしくお願いします。instagram Twitter tiktok もやっていますので、チェックの方お願いします。ティックトックの方ですね？スタートして5ヶ月で5万人以上のフォロワー獲得しておりますので、今日もある方は短い動画でね。あの税金や経理のことが学べますので、そちらの方も合わせてチェックの方お願いします。私はオンラインサロンを運営しています。税理士川南の会議室ということで、オンライン上で税理士を味方につけよう。月額制で完全。 メンバーにならないと中は見れないようになっています。メンバーになると、えー、メリットの一つが相談や質問が OK ってことです。私、普段あの単発で相談するときは1時間1万円の料金表でやってるんですけど、メンバーであったら相談や質問がオンライン上でいつでもすることができます。好き学生のみでいつでも好きなときに相談や質問をすることができるのが最大の一つ目のメリットだと思います。そして、税理士の裏側をオンラインサロンで公開しています。まあ、YouTube、TikTok の裏側、今ね、ビジネスどういうふにやってるかとか、今日はね、どこに行くのかとかいうことまで。 でもね、お客さんの守秘気味に反しない程度でオンラインサロンに投げています。あとは税金の新しい情報、補助金の情報もオンラインサロンにすべて投げているのがというのが2つ目のメリットだと思います。そして、ズームサロンを定期的に開催しています。サロンメンバー集まって、ズームでミーティングをするような感じです。気軽な会なのでね、皆さん、異業種交流会になったりとか、まあ、情報を交換するっていうことですごくあの好評です。このズームサロンを定期的にしているっていうのが3つ目だと思います。オンラインサロンについては、ね、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらの方を見てご検 検討してみてみください。はい、はそれでは本日の動画も最後まで見てくださってありがとうございました。今日はね、住みたて兄さんの本当に基本的なこと、これから始めたいけどどうしようって方向けに動画の方を作成しました。いつも最後まで見ていただき、いつも本当にありがとうございます。税理士川南でした。それではまたの動画でお会いしましょう。それではまた